テンプル駅は、ロンドン都心部のロンドン地下鉄の鉄道駅である。サークル線とディストリクト線の列車が発着する。ビクトリア・エンバンクメントとテンプルプレースの間、シティ・オブ・ウェストミンスターにあり、駅の入り口は、ビクトリア・エンバンクメントにある。トラベルカードゾーンは1、2面2線の地下駅。ディストリクト線とサークル線は、線路、ホームを共有し、両線の列車は、同じホームに発着する。この駅の名称は12世紀に、テンプル騎士団が開拓し、現在もテンプル教会などがあるテンプルであった。監視は、早い段階で使用されなくなった。この駅は1870年5月30日に、メトロポリタンディストリクト鉄道により、同鉄道がウェストミンスター駅からブラックフライヤーズ駅まで延伸した際に開業した。MDR の新しい区間の建設は、ビクトリアエンバンクメントのビルと共に計画され、浅い掘割に天蓋をかぶせる開削工法により建設された。メトロポリタンディストリクト鉄道が、サウスケンジントン駅で、メトロポリタン鉄道、MR、後のメトロポリタン線と接続した際より、両鉄道の列車が相互直通運転をするインナーサークル系統の運行が始まり、テンプル駅も経由するようになる。その後、同様に MDR と他社の相互直通運転を行うアウターサークルが1872年2月1日より、ミドルサークル1872年8月1日より運行され、テンプル駅を経由する。しかし、1900年には、ミドルサークルが、1908年には、アウターサークルが、その運行区間を短縮されて、テンプル駅までは走らなくなった。20世紀の初めのグレート、ノーザン&ストランド鉄道の計画では、テンプル駅まで路線を伸ばす計画が含まれていた。この計画は撤回され、代わりにそのルートは200メートルほど北にある、アルドウィッチ駅を終点とした。1949年、それまでメトロポリタン線の系統の一つの扱いであったインナーサークル系統がサークル線として地下鉄路線図上で独立した。ロンドンバスのナイトバス N550、N551 系統が当駅を経由する。アウトオブステーションインターチェンジズ、ロンドン交通局。2012年10月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年3月13日閲覧。マルチ、イヤーステーションエントリー&エグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーユーセージ。データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。ありがとうございます。